メダルへ大事な予選の演技です。頑張る。上位8人に残らなければ決勝に進むことはできません。アンダードからバク転入り E 難度です。バク転スワン全くぶれません。ワージャンプです D 難度。この後もジャンプの連続。交差ジャンプから羊跳び。側中宙返り D 難度です。この後、はい、と D 難度が来るか。交差はジャンプ。ああ、どこからついた。落下は免れましたが大きくバランスを崩しました。側中からジャンプ 0.1 のシリーズです。2回ターン D 難度。折りは3回ひねりがあります。少し横にずれましたが、はい、いやー寺本さん、交差はジャンプ、うん、落ちると思いましたね。ねえ、はい、あの戻し方はすごかったですね。すごかったですね。絶対に落ちないぞというような、はい、でも珍しかったですね。うーん、あそこまでなっても落下しない方がいいですか。うそうですね、落下は本当に、うん、もう本当に大前提として、はい、しないのが大前提なので、うん、でもやっぱり 0.78 そっか、はい、引かれてしまいますね。これはどうでしょう、種目別に向けて、ただそれ以外の演技はどうだったでしょう。素晴らしかったと思います。ほぼ完璧だったね。彼女の開脚度が本当に素晴らしいんですよ。素晴らしい。つま先が反対方向に向くような。そうですよね、綺麗なつま先、羊跳びももう開脚度、頭の後ろに行ってるみたいな感じですもんね。ここですね、はい、頭までしっかりつま先がタッチする完璧な羊跳びです。で側中、これですかね。ここですね、ここで着地でちょっと腰が引けてしまったか。おお、もうマトリックス90度ぐらいいってますね。いやー、平岩選手もこの表情で、畠田選手もうーん、危ない危ない危ないっていうような畠田選手も一緒に90度ぐらい曲がってますよ畠田選手がもう本当に。そして最後の3回ひねりです、はい、素晴らしいです。しっかりひねり切れてます。完全にひねり切れてますね。さあこれ得点は D スコア 5.9 E スコア 7.633 13.533、